あーす。はい、今日はね、みおちゃんのテールランプ、テールランプ、はい、前クリアレンズに全部変えたと思うんやけども、第一章、ね、はい、でちゃんとオレンジ、オレンジ、赤にちゃんという電球してるんやけども、どうしても色が焦ってきちゃって、うんうんうん、違法改造になっちゃってるんですよ、うん、お、実際。あ、そうなんや、はい、うん、なんで電球を LED の電球に変えます、うんうん、はい、と変えると同時に、うん、要はここを赤くすることによって、うん、ナンバー灯も一緒に赤く光っちゃうと、うんうんうん、あ、そうやな、ナンバープレートが、そうそうそう、ここナンバーも赤く光っちゃ う、ね、それはもう5になってしまうから、ちょっと配線をつないで、うんうん、LED のナンバー灯をつけていきたいと思います、うんうん、はい、はい、ビグモカ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 チャンネル、わテールランプガードのネジを外します、よいしょ、外れました。はい、これがね、もうほんまにこの LED ライセンスライト、うん、もう買ってきたはいいんやけどさ、このプラスマイナスをこうやってつなげてピッてやるらしいんだけど、うん、まあ、簡単とは言うけどもさ、うん、わしゃ素人やっちゅうねんな、うん、こうなってる、後ろやな、後ろやな、うん、こういう感じですわな、うん、こういうことですわな、うん、そういうことですよね。どこにつなげんの？それがわからないんですよ。あそれがわからないから困ってるんですよ。説明書ない。説明書、はい、はい、わかるんだったら僕に教えてください。テール線に白黒色の配線を接続してください、はい、一番右がマイナスで線で、真ん中がプラスでテールで、左がプラスでブレーキ。テール線ってどれやんな。そうやね、そういうことなんです。テール線ってどれ、テール線ってどれ、テール線って何やろ、どこ、どこやろ。なんか素人でも簡単につけれますみたいなの書いとるやろ。いや簡単やと思うねん、慣れれば、うん、もう電装系は逃げてきた部類ですからほんまに、うん、え、シート外さなあかんの。そうや、ね、シートを外し、やろ、検電テスター等でテールランプユニットのハーネスプラスマイナスを探してください。そうなんすよ。まあ、これはこうとりあえずこんな感じでつくわけですね、うんうん、まあ、配線はちょっと後回しで、うん、この LED のやつをちょっとつけていきます、うん、はい、ビグモカビグモカ、後ろから来てるから、ね、何が起こった、どうした。店員さんに騙されましたっていうか俺が調べる、うん、うん、テールランプのやつって、うん、これなんですよ。これわかるかな、うん、これなんですよ、うん、僕買ってきたのこっちなんですよ。あ、全然ちゃうやん、全然ちゃうね。え、やっつけられましたねこれ。ということで、うん、これはつけれません。あ、こう、あの1週間以内に買いに行って、うん、買いに行ってきます。あ、なんかあるな、電装系なんかいじるとしたらなんかあるな、うん、嫌になるね。もう嫌になっちゃう。ほら。なんか思ってん、私。それでクリアテールを取り付けられるんだろうかと思ってた。やんな。うん。you
こういうこと。な、こういうことやんな。うん。で、これ、うん、これを外さなあかんねんな。うん。簡単に行かないのがバイクですな。うん。な。あ、もう全部外しちゃうんや。ビグモカ。ビグモカ。緑、黄色。で、このプラスマイナスはどれやっちゅう話や。説明書。よいしょ。いや、これ見てもわからへん。そうなん、うん、あ、どれがプラスでどれがマイナスとかがわからへんの。これもうウインカー、こっちはもうウインカーやね。うんうん、この3本がランプやね、うん、その3本のやつにつなげるってことやな。そう、3本を3本の方に、そう、うん、そうやね、うん、どうやってだからそれを切ってつなげるの。切って、へえ、この3本のうちの2本やねんな、プラスマイナスが、わかんねん、こっちわかんねん、うん、どっちやねん、どれが、これはもうこっちで正解やねん、これはこっちやねん、うんうんうん、ちょっと待って、うん、赤い線どこに塗ってつけんの。これを作んねん、作んねん、作んねん、それは何をつけたん。端子を今ね、作ってんのよ。端子、嫌いや、嫌いや、だったらやめろって話やかな。ほんまに。でもな、ナンバー灯つけやんとな。あかんもんな。そうやで。うん、そやね。うん。そやね。ほら。そやね。うん。やるしかないね。そやね。んな。小島くん、助けて。小島くん、小島くん、小島くん見てる。いや、小島くん見てくれてんねん。おお。見たんすよ、言ってくれてるから、うん、電気関係のことやから、うん、
小島くん助けて助けて小島くん大島くんって言ったら、うん、あれやってた小島だよって小島だよってちゃんと突っ込んでくれんねんあめっちゃええ人やんかええ人やで、うん、おもろいし面白い面白い、うん、面白いな彼は小島くんやだほんまにあと、あ、まだ1個あるの、うん、俺ほんま、これほんま、あ、やっちゃあかんやり方あ、そうなの絶対それなんでやっちゃあかんのえ、うん、やったあかんねやったあかんねやって、あの、なんつうかな、汚い、うん、まず汚いし、うん、あの漏電の恐れがあるから、まあこれって、ってとか全部するんやけども、うんうん、きちんと本当はこういう風に作ったりしなあかんねんけども、うんうん、ちょっともう時間も時間やしっていう感じ、うん、日が暮れましたねはい、はい、なんでかんでも伝送イエーイえらい時間かかってまあね、あの、うん、なんとかこうとかつきましたうん、うん、つきましたね伝統の儀をしたいと思います、うん、はい、ねうん、まだでもね残念なことに、うんうん、またバラさないといけないんですよね一回ほう、なんで、はい、さっき言ってたここのね、うん、テールランプのストップランプをそうやこれな間にやられたやられたな店員さんに聞いたんやけどな、うん、もし調べてからじゃないと、うん、あかんなそうやな、うんまあまあ言うてだからまだちょっと、うん、ピグちゃんこれ違法やでってどっかに誰かそう言うと思うんですけどはい違法です違法でてあの、うん、ちょっと薄くなってるんで、うん、手差し信号をしながら運転しないといけないです、うんうん、一停止そっかそっか一停止だから、うん、ビシッとやらないとビシッとビシッとねやらんとねそうそう、うん、あいつ今停止じゃないでそれやったらあかんね
スイッチオン。おお、ついた。ついてる、ついてる。わかるかな。うん。これよね。うん、ついてる。ちゃんと赤じゃなくて、ちゃんと白く光ってる。うん。こうやると本来だったら、うん、赤くなっちゃうけど。白いですね。白い白い。スナップ開けてる。うん、白い。やろ。うん。始めます。はい。原付関係の伝送、詳しい人、うん、ぜひとも、うん、コメントほんまよろしくお願いします、うん、よろしくお願いします。ほんま伝送苦手やわ。うーん、原付関係苦手。うん、配線苦手っすね。ややこしい。ややこしいな。終わりよければ全てよしということで、うん、LED 装着、うんうん、できました。はい。チャンネル登録よろしくね。チャンネル登録よろしくね。愉快で楽しいビグモカチャンネル。こんにゃろめ。